ロンドンに去年の秋、京都の料理人が一風変わったレストランをオープンしました。これまでにない味を楽しめると話題を呼んでいます。特徴は日本の食をヒントに旨味が豊富な食材を駆使して美味しさを実現していること。こちらは刺身の盛り合わせ。タイの昆布締めは昆布の代わりに旨味が豊富なドライトマトを使っています。カラフルな寿司のプレート、海苔の代わりに使われているのは西洋赤カブなどの野菜に含まれている旨味を凝縮したベジタブルペーパーです。We used to use some umami like shiitake mushrooms, like dried tomatoes. I didn't know that. So yeah. And then that's make my eyes open a bit for. こちらはニューヨークの料理大学。今月うまみを教える講義が行われました。Hello, everybody. Hello. 今日は、皆さんを。うまみの世界にご案内したいと思います。講師を依頼されたのは京都の料理人。うまみを引き出す日本独特の調理方法を教えながら本物の味を実感してもらいます。Before I had kind of like a general idea, but since this presentation I kind of like have a better grasp on it and how to incorporate it in future cooking.うまみが注目されるようになったきっかけは2002年、うまみ成分の一つグルタミン酸に反応する受容体が舌の表面などで発見されたことです。これによりうまみは甘みや苦みなどと並ぶ第五の味覚として世界で脚光を浴びることになったのです。それまでうまみは風味のようなものと考えてきた海外のシェフたちは色めき立ちました。イギリスを代表するシェフブルメンタールさんもその一人です。It's not sweet, it's not salty, it's not bitter and it's not sour, but there's something else there. It's quite amazing. From being a Western chef, how can you work with four tastes when there's a fifth one?うまみの魅力に取りつかれた海外のシェフたちに応じたのが日本の料理人たちでした。京都の日本料理店の三代目村田義弘さんです。はっきりと実態はつかめへんねんけども、うまみというのはかっこええみたいな話になって、若いシェフやらがうまみに対して憧れを持ってる。受容体の発見から3年後、村田さんは海外のトップシェフたちにうまみを教える取り組みを始めました。うまみの情報を世界に発信しようという団体による勉強会まで行い、その成分や食材まで理論的に教えました。旅費は自己負担だったにもかかわらず、世界中から5年間で50人近いシェフが来日。そのシェフたちが今世界各地でうまみのムーブメントを起こしているのです。 The world's best restaurant 2012 is NOMA René Rezepe and the team. 料理界のアカデミー賞と呼ばれるランキングで3年連続世界一に選ばれたデンマークのレストランのシェフも京都で学びました。世界一の味の秘密はレストランが持つ研究所にあります。 Welcome. うまみ素材の開発を担当しているベン・リードさんです。北欧のさまざまな食材からうまみを引き出し革新的な美味しさを追求しています。
手にしているのは鰹節ならぬ鹿節、いぶして熟成させた鹿肉です。薄く削って湯に放ち、野趣あふれるスープを生み出します。エンドウ豆ピーで作ったピーゾ、日本の味噌から着想を得ました。ラム肉をつけてグリルにします。こちらの茶色い破片はデンマークの海藻を煮出した汁を乾かした、まさに旨味の塊。トッピングに使うこの研究所一押しの素材です。 Just tasting it, I mean, it's really like an explosion. A real explosion of umami. こうした旨味を巧みに使いこなし、料理に奥深い味わいを加えていると評価されています。 I think this idea of playing with food as little as possible and really enhancing the flavors by touching it is a really beautiful way of cooking it. I'm always trying to learn more about it and trying to learn new ways that I can enhance my food using that knowledge.